2023年、12月、第1週の、週刊、広島瀬戸内新聞ニュース深掘りということでございます。まあ、今日のテーマ、今回のテーマはですね、まあ、アメリカ忖度へね、変質するね、広島ね、サミットを契機にね、アメリカ忖度へね、変質する広島をね、どうね、やっぱり平和都市としてね、立て直していくかと。で、そのために市民がね、何をすべきかと、いうところをね、ちょっとね、また、皆さんとね、考えていきたいな、というところでございます。本日ね、浅見区のね、緑の富士グラン前でね、浅地区市民アクションというね、まあ、これは、戦争する国づくりをね、許さないというね、趣旨でね、の団体でございますけれどもね、まあ、市民団体ですね。まあ、ね、街頭宣伝でね、参加をね、させていただきました。いやー、ほんとね、まあ、いわゆるね、政治家という方はね、私以外のね、今回に参加なしというところでございますけれどもね。うん、まあね、私からはね、やっぱりね、G7 ね、広島サミットをね、契機にね、湯崎秀彦ね、広島県知事とね、松井ね、和美広島市長が、まあ、広島はね、米国などね、ガザね、大虐殺、応援団の国々にね、忖度するね、町にね、変質させているというふうに指摘をさせていただきました。まあね、具体的にはね、湯崎知事率いるね、サミット、県民会議やね、まあサミットのね、首脳ね、サミットに参加したね、首脳ね、記念するね、モニュメントをね、3000万円で整備したりとかね、あるいはね、松井市長がね、米国政府とね、姉妹協定をね、結んだこと、などをね、あげました。ね、またね、湯崎知事たちがやってるね、政治の中身、まあね、参拝からのね、汚染水をね、垂れ流したりね、平川ね、県教育長の問題、等々、平和としてね、非常にね、恥ずかしいね、中身であると、いうことをね、指摘をさせていただきました。やはりね、もう、湯崎、秀彦知事らをね、打倒し、県民の手に、広島を、そして広島の政治を、行政、あるいは教育、福祉、ね、環境、こういったものを取り戻すと、そういうね、庶民革命と言うべきもの、ね、今までのね、偉い人中心のね、この広島の政治のあり方をね、ひっくり返す。そしてね、そのためにもね、知事やね、市長に舐められない、県民市民になろうと、いうことをね、お訴えね、させていただきました。本当ね、恥ずかしいですよ。今のね、広島というものはね、うん。とてもじゃないけどね、平和都市と言えるもんじゃないしね。まあ、とにかくね、特に G7 広島サミット以降のね、堕落っていうのはあれですよ。結局さ、原爆資料館にね、たくさんね、人が来てるからってね、いい気になってんじゃないよってことですよ。うん、これね、一過性でね、まあ今年は注目されたね、一過性でね、人がたくさん来たとしてもね、結局ちゃんとしたね、メッセージをね、出していかない、いけなければね、うん、やっぱり長期的には広島の価値と、いうものをね、低下をしていくというふうにあります。やっぱりね、その、ね、うん、だから平和のメッセージをね、きちっとすると。片方で平和のメッセージね、ちゃんとね、きちっとね、メッセージを出すべき。まあ、今回のガザ虐殺も含めて、出すべき時は出していく。ね。一方でね、まあ、経済もね、あるいはね、環境の問題にしてもね、教育の問題にしてもね、内政をね、きちっとやっていく。平和都市にふさわしい内政をきちっとやっていく。この両方をね、きちっとやっていくと、いうことがやっぱりね、この広島県知事、そして広島市長にね、求められることです。これはね、できない人はね、ご退場いただくしかないと、いうのは私の考え方です。まあ、直近はね、2025年、ね、11月に広島県知事選挙ございますんでね、そこで、ね、湯崎知事をね、打倒し、そしてね、県民の手に広島をね、取り戻す。この広島庶民革命を、断行していくと、いう方針でございますのでね、皆様、残り2年切ってまいりましたけどね、また皆さん、ご協力で一緒に、ね、やっていきましょう。本当ね、まずいんですよ、本当ね。うん、あ、もちろんね、岸田総理をね、
まあ、恥ずかしい男ですけどね、ほんとね、広島ね、県選出、ね、まあ、この男もね、まあ、きちっとね、やっぱり広島、県民がね、島とつけるって言うとね、物騒な言い方になりますけどね、まあ、していかないかんねんけどね、足元のね、知事やね、市長ね、これもだらしがないと、何やったんや、いうところね、あるじゃないかなと思います。まあ、そういう中でね、一人の市民がね、イスラエルによりね、ガザ市民のジェノサイドをね、やめさせね、即時停戦を求める決議をね、求める要望書をね、広島市議会に提出しております。広島市議会議員の皆さん、どうかね、平和都市の議会としてのね、仕事をしてください。まあ、読み上げますとね、まあ、広島市議会議員の皆様ね、こんにちは。私はね、広島市在住の市民です。ということでね、イスラエルによりね、ガザ市民のね、ジェノサイドをやめさせね、イスラエルに即時停戦を求める決議を、ね、出してくださいと。広島ね、この夏ね、G7 サミットと開催都市としてね、G7 各国の首脳を受け入れね、世界に平和のメッセージを発信したと。しかし今また平和が損なわれね、イスラエルによりね、罪のない人たちは殺され、虐殺されていると。ね、イスラエル政府やアメリカ政府がね、ミサイルなどの武器をね、供与して尺度軍上をことも支援して、ね、あるいはイギリス、フランス、ドイツ、イタリアもね、アメリカと共にイスラエルの支持を結束して表明したと。こうしたね、G7 ね、イスラエル支持のもとね、罪のないね、乳幼児、子供含むね、ガザの人たちが無差別に殺される。これはもう戦争と呼ばれるものですよ、伝えなくてね、もう無差別、ね、大量虐殺。やっぱりね、日本政府ね、イスラエル支持の共同声明に加わってないけどね、やっぱりロシアが提出した停戦決議案に反対に回ったと。やっぱりね、日本は広島に何をしとるんじゃ、退院失望してると。ね、平和と広島の政治家、今すぐね、ガザのジェノサイドをやめさせね、イスラエルに即時停戦を求める、ね、決議書ね、日本政府に停戦に向けね、具体的なリーダーシップを取るようね、求める意見書をね、出すべきと思います。ね、これはね、市長に、ね、与崎知事に対して、もう同じことですよ。うん。もう今のね、目の前で起こっていることをね、止めるためのね、声を上げずに、どうして平和都市に名乗ることができるんや、という話ですね。よろしくお願いいたします、ということでね。まあ本当ね、清瀬市ね、旭川市ね、静岡市、焼津市、横浜市、霞ヶ浦市、ね、神奈川県座間市ではね、もう停戦を求める決議、出てるわけですからね。やってください、ということでね。本当一人のね、市民ね、がね、声を上げてね、一人でね、市議会のね、各会派のね、ポストに入れたというところでございます。どうか皆さん、市議会議員の皆さんね、ぜひね、決議を出してください。そして、湯崎知事のね、松井市長のね、市議をね、引っ叩いていただければな、というふうにね、思うところであります。うん。だからきちっとしたね、部屋のメッセージを出すということとね、きちっとね、やっぱりね、教育なり、福祉なり、経済なりね、環境なりね、きちっとやっていくと。これ両方ね、やっていくと。今の東島は両方がね、できてないと。とか、はなはなね、遺憾であると、思う次第でありますしね、これをね、しっかり立て直していく。その先頭に私、皆さんと一緒にね、立ってまいります。広島市庶民革命。これこそやっぱりね、この平和と広島をね、立て直すと、いうところではないのかなと思っております。それでは皆さん最後までね、ご清聴誠にありがとうございました。失礼いたします。